の型紙を中心に勉強しまして、日本に戻った時点で自分のブランドを立ち上げました。そして見て美しく履いて心地よい靴ということを思いながら、ずっと作り続けてます。デザインに関しましては四季折々の自然の中で咲く花ですとか、木の実ですとか葉っぱをモチーフにして、それを靴全体で表現できるように考えています。海外に向けては今までその一点一点の靴作りだったんですけれども、丁寧にエレガントな靴を作っているという工場をお聞きしまして、まず見学に行きました。そこではその人形の靴までも作ってまして、私のこの変わった靴たちも作っていただけるんではないかと思って、この体制であれば海外でも戦っていけるんではないか、そして価格もこなれた値段に下げることができまして、海外の展示会でやってみたいなと思っております。